その地域のマックスはいくらなのかっていうのをやっぱり知っとくべきだと思うんですよ。うんうんうん、マックスっていうのはどういうことですか？業界平均 30% あればいいと言われる中、私の口座に入っている人の 75% は月商100万達成。その秘密を随時配信してます。動画概要欄の一番上にあるリンクから登録してください。はい、今回はですね PPC アクセスを増やす4つの、そうっていうふうなところで、オッケー。まあね、PPC ちょっとアクセス減ってきてとか、もともと今少ないけども、うん、まあ、いかんせんこうどうやってアクセス量を増やすのかっていうところを、オッケー、まあ、ざっくりとでもわからないと、オッケー、はい、そうですね。業者に頼んでも、ね、その話しないとね。あ、そうです、いけないですからね。業者丸投げっていうのも多分良くないと思うので、うんうんうん、対等に喋れるようにっていう、ね、やってみましょうか。はい、これ今ふと思ったんですけど、これなんか滝川クリステルみたいな格好じゃないですか。こう斜めにいて古いですね、だいぶもう慣れてないですもんね。あれですね、おもてなしのやつですね。そう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 、オリンピック終わりだったけども、はい、何でしたっけ、 PPC のアクセスの増やし方ですね。アクセスの増やし方です。 OK、 まずやっていくべきことって、まあ、大きいわけで4つあると思うんですよ。まあ、この4つをまずやってみて、どうしていくのかを検討してもらえたらなと思うんですけども、まず1つ目はキーワード、うんキーワードを増やすっていうことをすればいいですよね。流入経路を増やすって感じですよ。あってことは、例えば腰痛のページを広告にかけますよってなったら、うんうん、やれ座骨神経痛、はいはい、やれ脊柱管狭窄症とかっていうヘルニア、症状を増やすみたいな、症状を増やすみたいな感じですね。でまあ別に他にこう症状別ページを増やすとこに流すも一つだと思いますけども、腰痛だったらそこに関連するようなアクセス流し込んだらいいと思いますし、膝痛だったら何、変形性膝関節症、膝の痛み、うん、何関節痛とか、膝の関節痛とかとかでもいいかなと思いますね。そうやってまあ入ってくる入り口を増やせばアクセスは増えてくるので、そうすればアクセスは増えていくでしょうという部分が一つですね。確かに、だからどういうキーワードで、広告出してくれてるんですかっていうふうなところを聞けばいいですね。そうですね、はい、なんでコルセットとかサポーターとかでアクセス買ってると集めたら、それはいいんかどうか分かんないですね。あんま関係ないですよね、あれは。あとやばいのが、僕もやってた経験で、うん、ヘルニア系で、犬のヘルニアめっちゃ入ってくる。一生除外してました。ね、そう、除外するの大事ですよね、本当ね、関係ない。除外めちゃくちゃ大事です、ね、はい。除外キーワードをどんどんやっていくっていうのはむちゃくちゃ大事です。しかも犬のヘルニアとか結構高いんじゃないですか。そうでもないですか、犬のヘルニア、単価。どうやったよ、でも140、50とか。でしたね、もったいないですよね、140、50円、はいはい、関係ないクリックされるだけで、はい、でも話変わりますけど、すごいビジネスですよね、その広告費用をねもらうところってね、はい、すごいと思うわ。今はね、前のヘルニアで、思い出しましたけど、1回だけへそのピアス開けてほしいんですけど、いろんなとこありますどういうこと、みたいな、うち違いますみたいなどうやって見つけたんだみたいな、クリニカルルームやからそう思ったみたいな。ああなるほど、その辺のなんちゃらクリニックと思われたんですよ。まあ、光栄なことですけどね。はい、じゃあ次いきます。キーワードを増やす、もう一個、次どれにしようかな、こっちにしようかな、単価を上げる、うんうんうん、クリック単価を上げていくってことですね、はい、うん、そうすればやっぱり見られやすくなると、うん、上の方に上がってくるんで選ばれやすくなるよと、単純な話なんですけども、あれですよね、平均掲載順位みたいな、あ、そう、あれって言うたらそのクリック単価でオークションしてるみたいな、そうです、そうです、正義ですからね、で、はい、やれ、お前ら上に上がりたいんやったらなんぼ出すねんみたいな、金を払えってことですからね、はいはい、怖い、もう資本主義の縮図ですよね、これ、あれは基本的にはやっぱ平均掲載順位は1に近い方がいいっていうふうな形で思われてますか。僕は一時は高いじゃないですか、はい、僕はね 2.3 とかを狙ってましたね。一緒か本当にそう、 1.1 とか別にならなくていいなと思ってて、はい、うん、それぐらい狙ってやってました。だから結構見てましたね、まめに値段どうなってんのかなとか、うん、だからあの上に大体出される広告って3つぐらい、はいはい、その3つに入ろうっていうような感じ、そうです、そうです、イメージ、そうです、そうです、そうです、なるほどなるほど。でなんかでもみんなね、一番最初見たからとか言うんですけども、あの3つの中で一番最初見るのって一番上だからじゃないんですよね。うん、だから広告文だったりとかなんかね、引っかしてやるんで、だから3つに入ってることに価値がある、価値があると思います、はい、はい、なるほど。キーワード増やす、広告単価上げる、もう一個、まあ、このまま流れいきましょうか、予算を上げる、うんうんうん、これめっちゃ大事ですよね。そう、1日の予算ですね、はいはい、そしたらね、向こう側さんもこんだけ使いたいんだよって言ってくれたら、そんだけ使うためにじゃあ表示しますよって頑張ってくるわけですよ。ああ、向こう側さんってあれですか、
Google さん。あ、そうそうそう。言わん方がいいかな。言ったっていいですね。そう、Google さんね。頑張ってくれるわけじゃないですか。はい、はい。あ、ここはこんだけ1万円使いたいんだ。じゃあ1万円消化するわ。消化するためにいっぱい出すわって露出してくれるわけでしょ。ただそうやって予算上げたら、やっていくと。ここで結構ポイントがあって、やっぱりお金使うもんで怖い。が多いと思うんですね、はいはい、なのでまあ1000円であったりとか2000円であったりとかいろいろしていってると思うんですけども、その地域のマックスはいくらなのかっていうのをやっぱり知っとくべきだと思うんですよ、うん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 、マックスっていうのはどういうことですか。やっぱ3000円入れて3000円消化できるのかどうか。ああ。僕の地域で1万円入れても1万消化できなかったですかね。前田先生はだいたいどれぐらいの予算自体では組んでたんですか。どれぐらい組んでたんやったかな。あんま覚えてないんですよね。例えば3万円で予算組んでても、うん、1万円も消化されない、消化されなかったですね。みたいな地域やった。1日5、6千円しか行かなかったんじゃないかな。周りとあらゆるこうアクセス集めても。なるほどなるほど、うん、だから自分の地域でどんだけ予算消化できるのかどうかっていうのを知った方がいいですよね、うん、その上で次エリアを広げていくんですね。ああ、なるほど。エリアを拡大する。いや、また難しいですよね。何キロぐらいにするんか。本当に広げたらじゃあ来るんかよ。そんなわけでもないですし、前川先生的にはどうですか。例えば小さいところ、例えば自分の院から半径3キロから始めましょう。でちょっとずつ、例えば4キロ、5キロ、6キロっていうふうにちょっとずつ拡大していくかか、ね、広く行ってからしぼめていくかみたいなところっていうのはどっちの方がおすすめだな。僕は広く行きます。僕は広く行く人です。はいはいはい、時間が持ってないから。確かに確かに、はい、もう早く分かりたいんで、まあ、早く分かりたいから広くってどんだけ広くするかってあると思うんですけども、やっぱり5から10ぐらいでいいんじゃないかなと思うんですね、うん、その範囲でまずやってみてどうなのか。それでもその通りとかも来るんだったらさらに広げるっていうのも選択肢の一つだと思いますし、はい、その辺からやっぱり確かめてみたらいいかなと思いますね。うん、なるほど。この4つですね。この4つをちゃんと考えながらやっていけばどんどんアクセスは広がっていくと思いますし、その上でマックスどうなのか、今のエリア内でマックスどうなのか、あ、はい、見て、まあ、費用対効果取れてるし、もっと広げたいな、広げたいと思うし、まあ、広げてもあかんかったなら、また落としたらいいし、うんうん、っていうのを繰り返してやっていって、その地域でお住まいになればいいじゃないですか、はい、うん、全国規模で有名な人なんで、その自分の狙ってる地域で有名になればいいんで、その自分の地域でマックス広告出せるあの数字はどこなのか、その数字で自分がどれだけ費用対効果取れるのかっていうのも追求しまくれば、もうね、経営はうまくいくに決まってるので、そこを意識されたらいいかなと思います。うん、まずキーワードが何なのかっていうようなところを把握したりとか、うん、で、まあ、予算に対して消化しっかりされてるかどうかとか、うん、っていうふうなのを含めて、はい、まあ、エリアだったり単価を考えていくっていうところですよね。なんか正解はないですもんね。正解はないです、はい、正解はない。結果が出たら正解。結果が出たら正解、はい、なるほど、わかりました、はいはい、ということでこうやって、PPC のアクセスを増やしていくには、うん、4つあって、それをどう考えていくかというところですね。はい、わかりました。OK、ありがとうございました。はい、そしたら、ね、今回はですね、時短と早めっていうので、うん、どっち先するんやっていうような考えがあるみたいなので、なるほど。なんでさっきそっちなんていうのを聞いていただいて。 OK、 了解です。これはですね、もうその人の価値観によると思うんですね。なるほど。でもどういう価値観かってことですかね。そうです。なるほど。僕は時間が欲しいです時間が欲しいんですね。値上げの相談を受けることっていうのはどうなんですか。そもそも時短の相談を受けることが多いのか、値上げの相談を受けることが多いのかって言われたらどうなんですか。あー、でも値上げの方が多いですね。あ、捉え方ですよね、本当ね。うん、はい、